どうも皆さん、こんにちは。今回はこちら。こちらにあるのは iPad の第7世代です。今回は何を説明していくのかと言いますと、皆さん、iOS15.0 にはいくつか違うバージョンが存在するのをご存知でしょうか今回はですね、そちらについてえ気になる点があったので紹介をしていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。で、iOS15.0 には主に3つのバージョンがあります。まずですね、こちら。 iOS15.0 の 19A344 というビルドナンバーのバージョンです。こちらは何なのかと言いますと、iOS15.0 の RC 版です。いわばリリース候補版という意味に当たりますけれども、こちらは iOS15.0 の RC 版となっています。現在この iPad 7には、その iOS も15.0の RC 版が入っています。で、続いてはですね、 iOS15.0 の 19A346 というバージョンです。はい。末尾がえ2つほど数値が上がっています。19A346。これは何なのかといいますと、こちらはもう本当に全世界の全ユーザー向けに配信されている、え本当に正式版ですね。はい、iOS15.0 の正式版です。それが 19A346 にあたります。で、 あともう一つあります。それは iOS15.0 の 19A341 と呼ばれるものです。はい、19A341 というのは主に iPhone 13シリーズに搭載されているえ初期のバージョンとなっているようです、はい。iPhone 13シリーズを現状処置していないんですけれども、はい今回はですね、この iPad 7で iPhone 13シリーズと同じ状況を再現していきたいと思います。はい。 現状、このように iOS15.0、先ほど説明した通り、り、RC 版が入っているんですけれども、はい、この現在 iPad7 には iOS15.0 の 19S341 が入っていると思ってください,、はい。でですね、よーく見てみますとです、ね、iOS15.0 なのに、はい、iPadOS ですけれどもね、はい、このようにソフトウェアアップデートありと表示されています。こちらタップしていきましょう。 そうすると、このようにですね、はい、iPadOS の15.0にアップデートをしているのに、このように、さらに iPadOS の15のアップデートが求められています。はい、で、よく更新内容を見てみますと、ですねこちら、このアップデートでは重要なセキュリティアップデートが提供され、バックアップからの復元後に、ウィジェットがデフォルト設定に戻ってしまう可能性がある問題が修正されますとなっています。はい ちょっと更新内容が違いますよね。はい、こんな感じです。はい。これはもう本当に iPhone 13シリーズでも同じで、えー、iPhone 13シリーズもちろんですね、初期搭載の OS は iOS15 となっていますけれども、このようにですね、なぜかアップデートが求められます。はい。えー、なぜかっていうか、えー、理由に関しましては、ビルドナンバーが、搭載されているバージョンのビルドナンバーが、アップデートが求められる、この、 バージョンよりも低いいからというこ,とです、ねはい、この iPadOS の15に関しては、ビルドナンバーは 19A346 となっているはずです。でも現在この iPad 7には 19A344 の iPadOS の15.0が搭載されているので、アップデートが求められます。で、これが iPhone 13シリーズの場合ですと、19A341 の iOS15 が入っているので、 19A346 にアップデートをしてくださいというふうに、このソフトウェアアップデートが表示されます。はい、そういうことですね。